I'll give you $5 if you shoot him in the head. No, no, no. まあ行くか、行っちゃうか。ということでこいつ連れてロケット施設向かいます。でそうだ、サムサイト叩いて壊せなくなったんで、まあ、正規のルートキーカード通してロケット上がっていきたいと思います。でもな、ロケット施設行って仮にダブバレ撃ったら敵が湧いてくる可能性あるんだよね。殴ってるけど耐久は減ってないな。え、風化拠点ある。あ、でも取られ済みか。一旦この辺で降ろそうか。ということでちょっとミニコプターの位置動かしましょう。この辺に止めとこうかな。サバイバル始まって初めてのロケット施設だけど、エリートボックス湧いてるかどうか。戦車はあれ左に動いてる。緑のキーカード通す場所の扉が仮に開いてなかった場合多分湧いてると思う。戦車こっち来たか。ちょっと待ちましょう。この辺のわらばかは湧いてないね。モニュメントパズルは回られてないのかもだけど、わらばこ漁られてる感じかな。ヒューズ入れて点火、逆側行きましょう。やっぱこの辺わらばこ湧いてないわ。いきなりレベル3のアイテム拝めたらね、だいぶでかいけど。ここわらばこ湧いてる。なんか捨ててあるぞ。ダイビングマスク入っていきましょう。この感じ湧いてるぞ。案外あっさりエリートボックス開けられるかも。ロケット施設行ったら結構銃声鳴り響いてんのかなとか思ったけどね、そういうわけでもなく結構静かだね。やっぱ雪原にあるからかな。うわ、エリートボックスだけ抜かれてる。まあでも武器ボックスとかは湧いてるわ。エリート湧くまで待ってもいいかもな。微妙だね。それかエリートボックス湧かなくなったとか。それはないか。包帯にも余裕あるし、もうちょっと見て回ろうか。武器系は出ないかな。もう一回屋上を目指して上がってみるか。これでエリートボックス湧いてなかったら諦めよう。湧き直ししてないっすね。湧いてねえか。どこにサムサイト追加されたんだろう。あそこに追加されたんだ。そこの屋上か。あそことこの左側を壊さなきゃいけないって感じだね。しかも叩いて壊せなくなったって完全にソロ潰しだよな。ロケット施設の上で一応待ってみたけど、エリートボックスは湧かないな。包帯も少なくなってきたんで降りたいと思います。また来た時にエリートボックス開けれたらいいけどね。点火されてた。回られた後だったんだよ。やっぱワイプ後すぐは回られてるか。ああ、あとそうか。赤のキーカードの耐久の減りがだいぶ早くなったんだよね。ロケット施設2回分しか回れないって相当きついよな。ということでミニコプター乗ってセーフゾーン帰りたいと思います。めちゃくちゃ満月だな。すげえ綺麗。ミニコプター飛んでんだけど。追跡してくるかもあいつ。貪欲に行くのならばあの球体の上の武器ボックスとか見に行きたいかも。
梱包爆薬でレイドやってる。夜だとよく見えるね。そこか。めっちゃ周り警戒してる。お、武器ボックス開いてんじゃん。ミニコブ引っかかってる。え、ナイトビジョン出た。ちょっとつけたいな。石の怪壁も出たぞ。え、なんだこれ。ラスト、とりあえず持って帰ろう。49か。急がなきゃいけないのこれ。しかもちょうど夜だしね。セーフゾーン着いたらナイトビジョン覗いてみよう。提出これギリ足りないかな。オッケーオッケー。とりあえずセーフゾーンの中入った。この辺にミニコップ止めてナイトビジョンつけてみるか。おお、すごい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 。一応 F で使用ですね。秒数決まってんだ。さっき7秒ぐらい使ったから893秒。うえ、ナイトビジョン見ろ俺の。見えねえ。あ、でも一応防御力も少しだけどあるんだね。で、これは水を変更できるんだ。電力使用量1。なんとか水域分解していきましょうか。石の外壁とかもリサーチしちゃってもいいかもね。これどうやって修理するんだろう。ワークベンチとかで。バッテリーはワークベンチレベル2以上で充電できる。なるほど。ワークベンチレベル2欲しいっすね。ナイトビジョン使ってバンディット行きたかったんですけど、ちょっとロストコインでリサーチします。お、125でリサーチできんじゃん。外壁と一緒にリサーチしちゃうかな。しかもワークベンチレベル2でクラフトできるっぽいんで、今回スクラップ集めてレベル2ベンチ作るか。あと石の外壁。エリートボックス開けられなかったけど、だいぶ進んだな。ちなみにナイトビジョンは、お、結構簡単に作れるじゃん。常勤銃とジャンク部品に、名前が木のすね当てになってるわ。やっぱりスーパーマーケットの屋上には絶対人がいる。強そうなやつが向かってってる。え、リボルバー持ちか？降りたね。当たんねえ。うまっ。え、うまっ。え、俺のやつ当たんねえんだけど。え？ごめんな。ダブバレあるんだわ。いや、マジダブバレあるだけでだいぶ世界変わるな。でもそう考えると俺ダブバレなかったマジゴミなんだけど。ヒアリサーチしよう。貴重なスクラップだけども。収納棚めっちゃ溜まってくんだけど。夜になってきて、一応拠点にスクラップ316集まりました。ワークベンチレベル2クラフトしたいんですけど、まだスクラップ届かないんで、これらの部品系分解して、スクラップ500にして、セーフゾーンのワークベンチレベル1使って、レベル2ベンチ作りたいと思います。お、リサイクラー空いてるぞ。まだまだ俺が先に。くそ、開けた。お、終わったっぽいね。分解していきましょう。よし、分解終わってスクラップ501、ワークベンチレベル2クラフト。よっしゃー、無事帰宅。もう一枚扉つけましょうか。この辺りにワークベンチレベル2置きます。
ワークベンチレベル2を設置。だいぶ進んだな。